やあ艦長、どうしたの？私がここにいることがそんなに不思議？それはそうだけど、最近艦長と全然挨拶してないし、このままだと本当にプログラム扱いされちゃうと思って。もともとそうじゃないかって？艦長ひどいよ。でも仕方ないよね。疑似時間結晶なんて元より説明しづらい概念だから。でも艦長、こう考えたことはある？人為的に作られたものは最終的に人の手から逃れて想像もつかない姿に変わるって。あ、なんかへりくつに聞こえるよね。今は手を伸ばして肩を叩いたり頭を撫でたりした方がよっぽど説得力があるかも。さて、いつもの営業モードに切り替えよっか。艦長、今日ね、崩壊サードで盛大な冒険が始まろうとしているの。いずれ巡り合う未来の中でも、これが思い返すに値する貴重な経験になるように私は祈ってる。アラームと耳を引っ張られなくても起きられるよ。すごいでしょ。